はい、じゃあ今から始めさせていただきます。今日はね、長寿府を今戻しております。あの長寿府いつものようにこれを水で戻して20分ほどしたらこんな風にダボダボになりますので、この長寿府に小麦粉をつけて揚げていきます。で、あのそのお料理ともう一つは人参のサラダということで、ちょっと先に人参をあの千切り、あの千切りっていうのがこのあれですね、細く、はい、人参だけのサラダです。人参だけです。そしたら米油で、あの今日はあんまりたくさん使わなくても、あの米油でね、さっきのあのお麩ですけれども、ちょっと人参はこのまま置いておきまして、あの水気があると飛びますので、水をちょっと絞ってですね、そしてこれをメリケン粉、小麦粉つけまして、でこれあの油大さじで4杯ぐらいでしたかね、これ大さじ4杯ぐらいのところにこのあの長寿府を入れていきます。で揚げます。長寿府はね、お水につけて戻しただけです。そして今水切りしてます。ちょっと絞ってメリケン粉をつけて、そして今米油で揚げてます。完璧にあの水は絞れないんですけども、ざっと絞っていただけたらいけると思いますね。お菓子は何でしょう。はい、お菓子なんです。今カラムーチョ、よくご存知だと思います。これね、ビールなてにおいしいらしいですけども、これも見なきゃご存知かな。テレビでよくいるけど、したことない。あ、どうですか、うん、お料理全然入りません。カルミンにかけていただいて、で、あの今のその揚げたあのお麩はね、ちょっと今油だけ取ってここに入れて、あとはいつものこのめんつゆ、これ癖がありませんのでね、これをただかけるだけです。あんまりかけすぎるとこれね、辛いですので、あの、うん、このお出汁で、ね、美味しいんですよ。それでこれにしましておくぐらいでね。ね、ご飯がどうして混ぜて、ご飯が欲しいな。握ってこようかな、家帰って。ねえ、ちょっとね。ご飯な、持ってこようかな。これ一応ご覧しておきますね。あと、これでも一応出来上がったんです。じゃあこの人参の中に、まあ3分の1かな。まあ、適当です。これはもうどんだけ入れなくても結構。うん、カラムーチョをね、入れますでしょ。入れてね、ただただマヨネーズで。はい、マヨネーズは、もうそれはもう好みでね、これで、私あまり、はい、これで出来上がりです。で今、はい、ここ上に青のりかけていただいたんでね、あの、はい、長寿府と、じゃちょっとちっちゃなおにぎりを握ってきますわ、うちって、あのその間に、ね、ご飯が欲しいと思う、これだけで食べてます。ちっちゃなおにぎりを握っていきます。20何個、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 20何
あるようにね、これシャリシャリしてて、うん、そうでしょ、あのカラムーチョがね、あのパリパリしてる間に食べた方が美味しいと思う、うん、でしょ、ちょっと置くとしんなりしてくるからね、うん、だからそれで簡単でしょ、お料理嫌いな人でもできるんじゃん、これはどこのメーカーですか、おかしい、小池屋ちゃう、小池屋、小池屋、辛くない、ちょっと出てきたけど、ご飯がもっと食べたくない。オフがね、辛かったらご飯がいるかなと思って今。もうお出汁薄めてするよりもそのままの方がおかずになると思って今つけてみましたけど。美味しいです。どんな感じでしょう。それが長寿婦です。辛くないですよ。辛くないですか。辛くない。よかったです。お餅みたい。それじゃあこういうことでよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。また来